Yeah. YouTube. Yeah. チャンネル。Yeah. 始まるよ。皆さんどうも、コミフェンケです。さあ、今日はですね、ちょっと車のバッテリーの充電をしたいなと思いまして、今日はちょっとやっていきます。今回ね、バッテリーを外さない方法でいきます。こっちプラスマイナスです。プラスマイナス。で、今回センサーですね、こちらのバッテリーチェンジャーっていうので、充電。で、12V。で、充電していきます。で、ロータイプ、ミドルタイプと、はい、ということで、今回ね、ローでいくかな。ローで充電していこうと思います。バッテリーにこれをつなぐんですけど、つなぐときにこうプラスマイナス間違えないようにしてください。赤はプラス、はい、プラスね。で、黒がマイナス、マイナスです。じゃあ刺していこうと思います、はい、まずマイナス刺しました。で、次はプラスです。つけていきます。で、これでちょっとプラスマイナスがちゃんとついたかどうかをまず確認しますね。こっちプラスです。赤線がプラス、黒がマイナスです。 D がちょっとローにしますね。ローに切り替えて、して必ず車は 12V なので 12V の方に持っていきます。ゲージを持っていきます。で、充電。セルスタートってこれジャンプなので、はい、今回はジャンプじゃ、エンジンをかけるわけじゃないので、ジャンプするわけじゃないので、充電の方に持っていきますね。で、この電源を上げると標準ですね。やっぱりやはり充電がなかったんですね。一応バッテリーにあまり負担かけないように、一番このローっていう一番低いタイプに切り替えましたので、とりあえずこれで充電していきます。チャンネル登録しよう。